全国の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店作業の藤井です。よろしくお願いします。今日ご紹介していくお車なんですが、新車ハイエースバンの肉のガソリン、ダークプライム2をご紹介していきます。まずこちら、コーナー目は同色ペイントさせていただいています。はい、続いてメーカーオプションをご紹介していきます。まずこちら、トヨタセーフティーセンスがグリーンに収まっています。で、続いてこちらにパナノミックビューモニターのカメラが1点と、バンパーの方にインテリジェントクリアンスソナーが4点ついています。はい、カスタム内容なんですが、まずこちらフロントには、フレックスオリジナルの出る日のないフロントスポイラーが装着されています。はい、続いて横をご紹介していきます。この車なんですが、2インチローダウンされていて、通常より約5センチ下がっています。タイヤとホイールの方なんですが、まずタイヤの方がグッドイヤーナスカータイヤに、ホイールが、フレックスオリジナルのデルフ02を17インチ装着しています。はい、続いて後ろをご紹介していきます。まずこちらがデジタルインナーミラーのカメラが装着されています。はい、フロントにも同様にも後ろについています。インテリジェントクリアンスソナーのセンサーが4点ついています。はい、こちらバックカメラも装着されています。はい、今回ですね、フレックスオリジナルのベッドキットタイプ2を装着させていただきます。もうベッドの、足の上にはマットが乗っているだけなので、取り外しは簡単にできます。で、高さ調節もこちらのレバーですが、ネジの方に調節していただければ、お好みの高さで合わせてお使いいただくことが可能です。こちらの車なんですが、小窓付きの両側スライドドアになります。で、内装はこんな感じです。はい、ダークプライム2ということなので、天井とかミラーですね、こちら黒で統一されています。で、あと、シートの方もハーフレザーシートを採用されています。はい、続いてこちらですね、アルパインのクリップモニターダーモニターが装着されています。はい、まずこちらですね、先ほどご紹介しましたデジタルインナーミラーのカメラの映像がこちらにあります。今ちょっと後ろが壁なので見にくいかもしれませんが、鮮明に映っています。で、こちらのレバーを押していただくと、通常のミラーとしてもお使いいただくことが可能です。で、ナビの方なんですが、こちらアルパインの11ナビですね、ビッグ X が装着されています。で、バックギアを入れていただくと、こちらにパナノミックビューモニターの映像が映っています。左の方が、上から見た映像のような感じで映すことができます。で、右側が通常のバックモニターみたいな感じです。で、こちらを押していただくと、こちらですね、こちらを押していただくと、バックモニターの映像だけになることができます。で、あとごめんなさい、最後なんですけども、こちらダークプライム2なので、専用のインプエリアパネルキットが装着されています。
りしたでしょうか、今回ご紹介したダークプライム2に行くのかソリッチですね、南大阪で在庫があまりないので貴重な1台に出てきたいと思いますので、気になった方はぜひ南大阪店までお問い合わせください。